ートレーセード側の第41回報知新聞社杯、連日の荒波を乗り越えて勝ち上がった6人による12レース優勝戦を迎えています。対戦メンバーです。1号艇パワー引き出し伸び足抜群、今度こそイン速攻、静岡の河合優希。2号艇四国地区のトップルーキー、果敢な攻めが光ります、徳島島村隆義。3号艇清水面で持ち前のスピード旋回見せますか、滋賀の馬場芳也。4号艇好スタート連発で2年ぶりの優勝、最後もスリット強襲、東京松浦博人。5号艇今節3日目には江戸川通算100勝、校舎ぶりを遺憾なく発揮、埼玉飯島昭弘。6号艇気合3割増しで江戸川連続優勝を狙います、東京の桑原正光。以上6選手です。並びは枠なりの3対3です。現在風はほとんどありませんが、上げ潮が50センチとホーム側やや強めの追い潮が流れています。スタートまでは10秒を切ります。12レース優勝戦です。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。角1から4号艇の松浦、ここもトップスタートを切っています。レースは1周1マークへと向かいます。先手は1号艇の河合、サチハンドルが2号艇の島村、内からは6号艇の桑原、5号艇の飯島でバックストレッチへと抜け出しています。先頭はアウトコース1号艇河合の懐、差しが届いてくるか、2号艇の島村、3艇進行方に5号艇の飯島と追走しています。スタートは前提正常です。一瞬にマーク振り切っていく1号艇の河合、続いていった2号艇の島村、内からは6号艇の桑原でホームへ取り返しています。先頭は1号艇の河合が抜け出しています。時計前リードは2艇身です。2番手に2号艇の島村、3番手6号艇の桑原、アウトコースから3号艇の馬場、さがなく5号艇の飯島と追走で2周の1マークです。3番手は6号艇桑原のアウトコースに握り込んでいった3号艇の馬場でバックストレッチ、3番手争いが焦点、インコース6号艇桑原のアウトコースから捉えていく3号艇の馬場、直線では馬場が判定心優勢、その後ろ離されて5番4番と追走で2周の2マークです。トップで1号艇の河合が旋回、2番手は2号艇の島村、3番手争いは内からくるっと6号艇の桑原、外を行った3号艇の馬場ですが、6号艇の桑原わずかに優勢か、差がなく3号艇の馬場、6番3番と3番手争い続いていまして、レースは最終周回に入っています。最後のバックストレッチと先頭で1号艇の河合が抜け出す、2番手2号艇の島村、焦点3番手争い、内6号艇の桑原、アウトコースに3号艇の馬場ですが、6号艇の桑原が3番手わずかに優勢、1番2番6番です。先頭1号艇の河合優輝、今年2回目通算9回目、江戸川では初優勝が目前、最終コーナーをトップで旋回しています。2番手2号艇の島村、内側から6号艇の桑原、定冠詰めていきますが体勢変わらず1、2、6で間もなくゴール。先頭1番の河合優輝、優勝の号輪、2番島村号輪、6番桑原号輪、3番馬場号輪、5番の飯島、4番松浦号輪です。以上第12レース優勝戦でした。